第11回南海コーチングキャラバン by 南海、を終えてですね、まず感じたことは大会自体すごくレベルがアップしていて、出場している中学生の中から、これから高校、大学、全国の舞台で活躍するんじゃないかなと、そういう可能性を持った選手もたくさんいたのがすごく良かったと思います。やはりこの大会の大きな意味としてはそういう選手が一人でも多く輩出してこのブレザーズに帰ってくることができればすごい一番の成果になるのかなと思うので、また来年もすごく楽しみにしています。